まずは新型コロナの感染状況です。滋賀県は今日新たな感染確認はなかったと発表しました。次です。今年6月高島市にある陸上自衛隊の演習場から砲弾1発が演習場外に着弾した事故で、陸上自衛隊は再発防止策をまとめ、今日高島市や周辺の住民らに説明しました。この事故は今年6月、高島市にある陸上自衛隊相場の演習場で、120ミリ迫撃砲の実弾射撃訓練中に、砲弾1発が演習場外の民間の林に着弾したものです。怪我人はありませんでした。砲弾は 2.85 キロ先の目標を狙ったものでしたが、取り付ける火薬の量を間違う人為的なミスにより、およそ6キロ飛んだことが明らかになっています。今朝高島市を訪れた陸上自衛隊の幹部たち、誠に申し訳ありませんでした。陸上自衛隊からは再発防止策として迫撃砲の砲弾については演習場外に着弾する可能性がある分の火薬は相場の演習場に持ち込む前にあらかじめ取り外しておくことが示されました。これにより最大射程はおよそ4キロになり、演習場外に着弾することはなくなるとしています。高島市の福井市長は今回の再発防止策についてこれから精査するとしながらも一定の理解を示しました。いわゆる創薬を、外して、最小必要限度の創薬でということで、一定これは、物理的な、事故抑止にはつながるのかなというふうな受け止め方をしました。一方で演習場外への着弾事故は福井市長就任後これで4回目。実弾を扱うことについて緊張感が欠如しているのではと強い言葉を持って伝える場面も。すべての、訓練参加をされる方々がやはりそこは実弾を使っての訓練ということに対する緊張感が欠如していたのではなかろうかというふうに、言わざるを得ないということで、今日はそのあたり少し厳しい表現でありましたけれども、もう一度全部隊に徹底をしていただければなというふうに思います。陸上自衛隊はこの後周辺の自治会代表らへの説明の場も設けました。また現在停止している相場の演習場での実弾射撃訓練の再開について、陸上自衛隊は今日はあくまで再発防止策などを説明したもので、実弾射撃訓練の再開については地元の理解を得ることが必要で、いつから再開したいなどは現時点ではないとしています。自転車に乗る際の危険性を実感してほしいと事故を再現する交通安全教室が近江八幡市の高校で開かれました。これは近江八幡警察署と JA グリーン近江、 JA 共済連滋賀が開いたもので、八幡工業高校の生徒およそ560人が参加しました。見通しの悪い交差点で飛び出した自転車が車と衝突する場面など、プロのスタントマンが迫真の演技で事故の恐ろしさを伝えました。スタントマンさんだからっていうふうに聞いてたんで、その安心かなと思ってたんですけど、事故の再現を見たのは、想像以上にちょっとヒヤッとしたところが多くて、脇道から出てくる事故はちょっと僕もたまに停止せずに行ってしまう時もやっぱあってしまうんで、それしか気を捨てていきたいなと思いました。近江八幡警察署によりますと、今年1月から11月までに管内で発生した自転車での人身事故は42件、このうち18歳未満の事故は19件で、去年の同じ時期と比べて3倍近くと大幅に増えています。特に学生の皆さんはですね、これから冬休みに入ってくる時期ですので、事故に遭わないように交通ルールを守ってですね、自分の身は自分で守るという意識を持って、運転していただきたいと考えております。国宝彦根城の天守では年末恒例のすす払いが行われました。今日のすす払いには
運営管理センターの職員らおよそ30人が参加しました。外からそして中からと至る所でほうきを使ってほこりやゴミを払い落とします。1年間たまり続けたほこりはかなりの量です。県内でも屈指の観光地である彦根城、今年度の来場者はおよそ35万人と見込まれていますが、これはコロナ前の2019年度と比べると半分以下。まだまだ観光のダメージは残ったままです。厳しかったですね。もうほとんど隣接府県が緊急事態宣言という中で、何も営業活動も何もできないという1年だったと思います。たまったすと、あと、まあ、コロナも吹き払って、気持ちいい来年にしたいなと、そんな思いで今日迎えました。汚れを落とした彦根城が新たな姿で新年を迎えます。まだまだコロナ禍での観光へのダメージがある中、起死回生の一手となるのか、その彦根城周辺では今新たなツアーが行われています。滋賀県の彦根は特に冬に関しては観光客が少なく宿泊者も少ないということが従来課題となっていましたので、何かこう夜に楽しいコンテンツができればなというところ。今月5日日曜日、暗くなった彦根港にツアー参加者が到着しました。船に乗り込んでおよそ20分、湖の上に花火が上がりました。夜空に直径およそ80メートルの大きな輪を描いたこの花火、実は昼間のうちにツアーの参加者自身が手作りしたものです。危なくなければちょっとパン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 と。このツアーはプロの花火師指導のもと花火作りが体験でき、その自分で作った花火の打ち上げを湖上から眺めるといった企画です。あ、うまいうまいうまい、おお、今すごい顔でしたね。どんな花火になるか、もう今から非常に楽しみでドキドキしてます。彦根市では彦根城の2024年世界遺産登録を目指す機運を盛り上げるため、現在プロジェクションマッピングなど城や地域の特色を PR する事業が実施されています。近江ツーリズムボードが期間限定企画として実施したこのツアーでも、手作りの花火と彦根城が一緒に眺められるのがポイント。彦根城、花火、そして凛とした冬の琵琶湖を合わせて体感できることが最大の魅力です。いや、無事丸く上がってくれたんで一安心でした。もう貴重な体験だと思いますし、もう唯一無二の経験をさせてもらったなというふうに思っております。非常に有意義でした。本当に最高の状態ですよね。後ろはお城が見て、もちろん琵琶湖が真っ黒だから、その花火の反射がめちゃめちゃ綺麗でした。やっぱりもう一回そういう体験やりたいと思いますね。この手作り花火ツアー、期間限定企画ですが、主催者は実施環境などが整えば地域の冬の観光事業の目玉として今後拡充させたいとしています。